皆さん、こんにちは。国民の多くがマスコミの理不尽ともいえる吹田たたきによってですね、アイヌ問題に関心を持ってくださいました。この際、誤解のないように、アイヌ民族国会決議以来、この問題を私なりに整理してきていますので、皆さんに集中講義という形で、週に1、2回程度、割合でお話を進めます。限られた時間内に、従来のように詳しく文献を挙げると、いうことができません。もし詳しく知りたい方は、過去の的場塾をご覧になるか、最後に紹介する説帳を参考にしてください。それでは始めましょう。この集中講義の内容は、少しですね、細かく話題を切って、先住民族国会決議、アイヌ新法、それから紋別アイヌがですね、プーチンに北方領土、そして知床を一体管理してくれという申し入れをした。その詳しい経緯、それから差別被害者自慢によってですね、次々と権利を要求してくるアイヌ団体の実態、それから吹田身を叩きですね。で、またこれ、新法改正をですね、彼らは目論んでいます。その新法改正がどういうことをですね、目指しているか、そういうところまで、手短にですね、まとめて分かりやすくお話ししたいと思います。それから、アイヌ先住民族っていうことね、これはもう本当に国民を騙し続けた、そういう架空のですね、まさに政治運動でしかありません。それでは始めます。第1回、アイヌ先住民族国会決議の大嘘というところからです。これ2008年の国会決議の序文、まずはね、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議という、平成20年6月6日です。昨年、9月、国連において先住民族の権利に関する国際連合宣言が、我が国も賛成する中で、採択された。これはアイヌ民族の長年の悲願を映したものであり、同時にその趣旨を対して具体的な行動を取ることが国連人権、条約監視機関から我が国に求められている。我が国が近代化する過程において多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を私たちは厳粛に受け止めなければならない。すべての先住民族が名誉と尊厳を保持し、その文化と誇りを次世代に継承していくことは国際社会の潮流であり、またこうした国際的な価値観を共有することは我が国が21世紀の国際社会をリードしていくためにも不可欠である。特に本年7月に環境サミットとも言われる G8 サミットが、自然との共生を根幹とするアイヌ民族先住の地、北海道で開催されることは誠に意義深いと、いうことなんですけども、どうなんでしょうか。この先住民族の権利に関する国際連合宣言って、これね、非常に、後ほどですね、詳しく話しますけども、危険な文言を含んでます。それから我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実、これですね、近代化というのは明治以降ということなんですけども、アイヌ社会の中には打たれ、それから地方家町というね、半奴隷身分が江戸時代までありました。で、これはですね、いわゆる金銭宝物でね、売り買い譲渡される。それから、樺太、宗谷の方では三反貿易のですね、商品として人身売買が大陸の人たちとの間でされていたと。それから酒に酔ったね、酋長に叩き殺されてもですね、文句も言えないという、そういう身分でありました。で、これをですね、明治政府は明治4年にですね、全て、言うなれば奴隷解放をしたという、そしてそれに対してさらにですね、厚く保護をしてきました。こういうことをね、全国会議員が全会一致です、賛成したっていうのは、とても私は信じられないですね。歴史を知らないっていうこと、運動にうまくしてやられたということでしょう。ましてこの時、ね、環境サミットなんて言って、 G8 の国々っていうのはね、いわゆる大航海以降ね、それこそ先住民族を迫害し、虐殺し、ね、そしてそれこそ土地を奪いという、そういう歴史の中で、来たものであって、こんなことをですね、G8 の中でですね、宣言して、
口に出そうものならですね、大恥をかくというようなものであります。で、政府はこれを機にですね、次の施策を早急に講じるべきであると。1、政府は先住民族の権利に関する国際連合宣言を踏まえ、アイヌの人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族と認めることと。政府は先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択されたことを機に、同宣言における関連条項を参照しつつ、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策を推進し、総合的な施策の確立をに取り組むことを決議するとこういうんです。さて、どうでしょうか。先ほども言いましたけども、先住民族の権利に関する国際連合宣言というのは、アメリカとかね、まあ、もちろんアメリカはそんなものに賛同するわけないよね。オーストラリアとか、それからアフリカとかね、まあ、中国、アジアで言えば、まあ、インド、ね、あの辺り、それから東南アジア各国、ね、それからもっと言えば今の中国で言えばですね、チベットとか、それからウイグル、ね、そういうところ、そういうところにまあ、これは中国なんか今も侵略をし続けてるわけですけどね、そういうところの人たちを対象とする宣言であって、日本国はそれとはまた全然違いますね。で、日本列島北部周辺っていうけどね、これもね、もう DNA 分析で東北、それからこれは言語学的にもね、東北のアイヌ語地名なんていうのはもう嘘だっていうことがバレちゃってますね。なんせね、東北北海道の縄文遺跡群、ね、これがユネスコの、まあ、世界遺産に、ね、登録されているわけですから、そんなところにですね、アイヌがいるってことにはならんわけですね。それからもう一つ、北海道に先住といってもですね、北海道には縄文、族縄文、それから薩摩、まあ、旧石器時代からいますけども、まあ、大体そういう先住の人たちがいたわけですね。特に薩摩文化人、それから一部オホーツク海沿岸のオホーツク人なんかは、まあ、大体5世紀から9世紀に薩摩文化人に駆逐されましたけども、もうすでに本州からその族長に対する威信を示すね、威信罪としてのわらび手と、これを非常に重要視し、ね、宝物にしてたということが、その副葬品などから知られています。そして、もちろんですね、その縦穴式住居、土器、ね、鉄器、そういうものの文化をすでに持っていて、埋葬も非常に丁寧である、あるいは古墳を作るという、そういうことで、まあ、アイヌ文化とは全く異なる人たちが住んでいた。それが徐々にですね、北方から13世紀以降、押し寄せてきたアイヌに徐々に徐々に押されてですね、大体薩摩文化期には石狩の後期にはね、石狩地方まで、今のね、まあ、道央圏ぐらいまで、押し込められてきた、まあ、いわゆるアイヌというね、その集団に侵略されてきたわけですね。で、そこでなんとかとどまっていたのが渡り島という人たち、ね、それにがもうどん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 押して押されてね、最後の最後になんとか反転攻勢したのが松前藩ということになるわけですね。次にその高いレベルでの有識者の意見、これね、高いレベル後で見ますけども、ちょっとね、その北海道の歴史を知ってる人がまあね、あまりいないというね、非常に残念なレベルの有識者ですね。で、2008年6月のね、国会決議がなされた時点で、外務省に国連宣言の翻訳がなかったので、自分で翻訳して、まあ、西部先生にお送りしたこの文ですね、翻訳文。まあ、翻訳文だけでは、脳がないのでね、この辺にやっぱり自分の意見を入れて、これ全文訳するのに2週間ぐらい意見を入れるのにかかりましたよ。非常にね、なんていうかな、だら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 した難解な文章で、難解というか、これどこまでその翻訳して日本語として切ればいいのか、その恥ずかしくない日本語にするのに大変苦労した思い出がありますね。うん、で、国連宣言にですね、じゃあ先住民族って何だっていう定義があるかったらないんですよ。それでこの文言を全部調べたところ、大体この9つですね、
多民族の侵略により植民地化された地域にもともと住んでいて、人権や基本的自由を剥奪されてきた人々。独自の政治的、経済的及び社会的構造を有し、哲学的、精神的伝統や歴史を有する人々。尊重されるべき独自の伝統的習慣や知識文化を有する人々、侵略者によって集団的虐殺や子どもの親からの引き離しを受けた人々、侵略者によって、民族根絶政策を受けた人々、侵略者によって文化的虐殺をされた人々、独自の言語を使用する人々、侵略者の立てた国家に差別されてきた人々、大航海時代以降白人によって土地を奪われ迫害を被った人々、まあ、こういうふうになるわけです。でですね、このアイヌ一番、これはアイヌは後から来たことがもうはっきりしてますんで、これはないですね。例えばですね、江戸期に限ってもですね、1600年頃すでにですね、千歳のあたり、今千歳空港のね、あのあたりに和人の墓がありますね、仏教仏式の墓があります。それからもっと遡って薩摩時代、これ北大とかね、あといろいろな余市の方ですか、そういうところで出てるのには、薩摩時代にすでにですね、もう文字が書かれた素液が出てますね。おそらくはこれ立て祭るという字であろうというふうに言われていますから、何らかの神事が行われていたということですね。でアイヌが来る前の1135年にはすでに船玉神社が、函館に設立されています。神社ができるということはね、多くの日本人がいたということですね。それから独自の政治的、経済的、社会構造を有し、これね、まず経済的なんですけども、アイヌはほとんどが交易によってですね、和人との交易によって社会的構造が保たれていた。だから馬謖教育制度を廃止した明治、この時アイヌ社会は非常に混乱してですね、明治政府は慌ててそれをまた請負人を募集してですね、そして経済を立て直したという、そういう経緯があります。それですから、まあ経済的にはもう全く和人に依存してたということですね。尊重されるべき独自の伝統習慣や知識文化を有する人々、確かに部分的にはあるんだけども、アイヌ社会の構造というのは奴隷制度ですから、ね、基本先も言いましたように、打たれ地判決待ちというのは売買の対象です。それから、部族がですね、非常に分かれていて、まあそのアイヌって和人から見るとなんかわけのわからない自分たちと違う人を、昔ですね、東北以北の人をエミシと言ったようにですね、今度は北海道の自分たちとはちょっと違う人たちをアイヌと規定したわけだけども、まあ大体言語だけでも8つぐらいに分かれていると。で1700年の、ね、中頃までね、お互いに部族で殺し合いやってた。さらにですね、部族の、ね、中に女が不足すると、よその部族行って男を殴り殺してですね、女を連れ去ってくる、まあ、あのアイヌの自負と言われるバチラーがね、こういうことをやるからアイヌはね、人口がどんどん減ったんだっていうことをちゃんと書いてますよ。それから侵略者によって集団的虐殺、子どもの親からの引き離しを受けた、こんなのは絶対ない、ね、まあ後で紹介する上村秀明っていうのが、そのためにですね、本に嘘書いてますよ、もう見え見えの嘘ね、集団的虐殺、新須賀と河村健一はね、それから中山千夏なんかはね、アイヌはね、明治政府はアイヌを殺して殺して殺しまくったなんていう動画を流してますね。まあ、これも民族根絶政策ですね。こんなことを受けたって言うんだけど、まず江戸幕府以来ね、なんとかアイヌを増やそうとしたんですよ。それで首刀をしたりね、天然痘が流行れば首刀をする、医師を派遣してアイヌの治療をする、それからですね、州長がもう30人で、ね、20人っていうね、目掛けを独占してしまうんで、アイヌ人口が増えないと。でなんせ釈社員なんていうのは80人以上の目掛けがいたっていうんですからね。それからまあ多いところではですね、国後の月の絵が18人、それから厚岸ですね、ここの異こといっていうのはその月の絵の息子ですけども30人もいた。でもそれじゃあ人口が増えないから、とにかくですね、それを、まあ、制限したね。江戸幕府は3人にまで制限しましたね。
ところが明治政府になると今度はそれを緩和したね。まあ、こういう、なんとかその民族というかね、アイヌの部族を増やそうとしてたわけですね。それから文化的虐殺をされた人々。アイヌはね、江戸時、松前藩の 時までね、その和文化をに馴染むことを禁止されてたんですね。それはなぜかっていうと、九州なんかでもね、よくあるんだけども、その隠密が入ってくると、言葉通じたり文字知られたりすると、その統治の仕方がね、中央にバレる。まあこれ私の、祖先なんかもね、人、まあ私は長男筋でだったけども、弟筋が今度徳川に側について関ヶ原で戦って、弟側が蟹市の土田城主っていうね、城を受けたんだけども、結局ね、やっぱり幕府の隠密によって、統治の非をね、指摘されて天領に召し上げられるという、まあそういうようなことをね、防ぐために、とにかくアイヌ文化をからはみ出すことを松前藩がね、避けたわけです。禁止したわけです。でもアイヌの中には文字を知りたい、和語を話したい、話せる人もたくさんいました。話せるし、なぜね、国後の月の井とかね、あの辺りはロシア語も話す、和語もわかるっていうね、まあ、そういう状況、大内容案なんかも書いてますけども、あっち行くともうね、これ見ただけではもう障子は張ってある板の間に住んでるね、とてもじゃないけどこれがアイヌかとは思えないという、ちょんまげ言ってるというね、そういう、まあ、いわゆるアイヌの人たちもいたわけですね、こそっとね。それから、独自の言語を使用する人、この言語もですから8系と少なくともね分かれてて、江戸期、一生懸命江戸期でね、明治の初期にですね、一生懸命アイヌの教育に尽くした吉田巌なんかは、そのアイヌの職業学校で喧嘩、殴り合いの喧嘩始まるんだけども、その原因が言語が通じないためだというふうに書いてますよ。侵略者の立てた国家に差別されてきた人々、明治政府はね、アイヌを非常に優遇してます。今でも日本政府は優遇してますよ。まあ逆にもう今は逆差別という状態ですね。大航海時代以降、白人によって土地を奪われ、まあ、迫害を被った人々ですから、これね、日本はもともとですね、薩摩文化人というものがあったところにアイヌが入ってきたわけですから、これはまあ全くこういうふうにはならないわけですね。これはね、2008年6月6日、アイヌ先住民族国会決議を受けてですね、すぐに原稿を書き上げて、月刊誌、正論に送ったんですけども、どうも私の名前では掲載できないということで、西村先生に紹介の労を取っていただいて、掲載にこぎつけたものです。6月末日の発売に合わせるために大急ぎで書き上げました。アイヌ先住民族決議の背後にある日本アシカル士官の嘘ですよ、ね、まあ、そういうことです。で、まあ、この西村先生がね、紹介文に書いてくれた、もう詐欺的だった全会一致、読みますよ。何せ全会一致であるこの私も賛成したことになっている。なぜか、実は私がこの決議の内容を知ったのは採択の前日6月5日である。一読して反論すべき点が思い当たらなかったのは前述した通りだ。しかし何やらうさんくさいものを感じたので、これは慎重に検討しなければならないと思っていた。ところが翌6日、唐突に本日採択すると告げられ、昨日の昨日の今日である。いくらなんでも性急ではないかと反対する腹を固めたが、その機会は与えられなかった。議長がこの決議案にご意見ありませんか、ご異議ありませんか、異議なきものと認めます、よって本案は全会一致で可決されましたと幕下で、それで終わり、討論もなくあっという間の全会一致であった、こういう状況だったんですね。まあそしてですね、このまた文章を紹介してくれてます。事前にこの決議案の内容を把握していなかった議員は私を含め相当数いたと見られる。その前提となる国連宣言について言えば、大多数の議員は理解していなかったのではないか。なぜなら外務省でさえこの国連宣言を軽く見ており、未だ翻訳していないからだ。で、それで私が慌ててあれ、翻訳したんです。したがって私は決議案が強引に採択されたことに釈然としない思いを抱きつつも、その場で、強硬に抗議することはしなかった。その頃はまだこの決議がもたらす負の影響に思いが至らなかった。まあ私これね、
翻訳にすっごい時間かかったんだけど、結構難解な文章っていうかな。それでこの決議案のアイヌ中心になったアイヌ議連の今津さんにね、これ国連宣言今津さんどう読んだんですかっていうか、読んだって言った。翻訳まだ外務省にありませんよって言ったら、いや自分で訳したって言ってましたけど、ちょっと怪しいですね。もしこの決議案をですね、読んで、おかしいと思わないという人は、その日本の歴史をとてもよく知らない人、もしくはですね、相当この頭の構造がね、だいぶ変わった人ではないかというふうに思いますよ。まあ、ところが、翌日友人を通じて送られてきた未公開の論文を読み仰天した。そこには決議がいかにデタラメでいかに亡国的であるか、理路整然と綴ってあったからだ。論文を書いたのは北海道旭川市で病院理事長を務める的場光昭氏である。私が本誌に寄稿するのも市の論文を広く紹介せんがためである。以下市の了解を得て論文の全文を掲載するということで、やっと掲載にこぎつけたわけです。まあこれはですね、6月6日の夕刊、もうアイヌが大喜びしていると、ね、そこで今津さん、今津氏は今日が始まりだ、議員の会は解散せず、アイヌ民族の方々をサポートしたいと強調、ね、同協会の加藤理事長、アイヌ協会ですよ、今日は日本史の1ページに刻まれる歴史的な日で感極まる、なんて書いてあるんです。まあね、これ、今日が始まりだってね、私はもう、ああ、これでいろんなことが起こってくるなっていうことは分かったんだけど、今津さんはね、もう、やっと通ったっつって、手放しで喜んでますよ。これ、鈴木宗男さんね、大高美樹さんとのね、のインタビューに答えてますね。アメリカ一辺倒で否定ね、アメリカに首を交差来するこの油という問題を、ロシアという角で、また新たな展開できるんですね。これも、アイヌ民族が先住民族でしたよ、という話はね、堂々と言えるんですよ。同じことなんですね。私は日本の将来考えた場合ね、ロシアと仲良くしてる。それは北朝鮮の拉致問題も、ロシアを使うと本当はダメなんです。アメリカと中国と韓国じゃダメなんですよ。ロシアが一番北朝鮮と近いですから。そういった意味でも今回のこのアイヌ民族の、やっぱり、先住民族として認めた、この国会決議、そして、政府の、それを認める、この判断。というのは、私は、これからの日本の将来にとって大きなね、一つの、道を作った。こう思ったんですね。アイヌの先住民族のその定義っていうのは何ですか？それは難しく考えなくていいんです。アイヌ民族が北海道に先住民族だったことは歴史が証明してるんですから。その一つに限るんです。それ以外の何も説明もいりません。まあ、歴史を知らない人っていうのはね、こういうことですよ。そして、これがね、どのように展開していってですね、ロシアにつけ込まれると、こういうことになっていくか、また回を改めてお話ししますよ。でですね、この先住民族国会決議にですね、まあ、アイヌ議連の中心人物、鈴木宗男さんと今津宏さんがね、バイブルとして崇めたのは、この静かな大地、ね、花咲コウヘイという。まあ、そしてそれにですね、一緒になってですね、なんとかこの国連宣言にね、アイヌをね、ねじ込もうというふうにして、嘘を800を書いたのがこの上村秀明っていうね、人です。もう今はね、この上村さん、沖縄をなんとか独立させようとしてね、沖縄先住民族のためにですね、翁長知事なんかと国連行ってはね、いろいろやってましたけどね。花咲コウヘイさんはね、もうはっきりしてますよ。この人はね、あれですから、ベヘーレン、ね、有名なベヘーレン、ソ連から金もらってたベヘーレンです。これの北海道支部を立ち上げた人ですね。まだご存命でですね、今、今度はアイヌ政策検討市民会議、ね、それとか、札幌自由学校 U なんてね、ベヘーレンがアメリカから、ソ連から金もらってることばれたらね、また別の組織を立ち上げて、そこで活躍しているという、まあそういう人です。そんなものをですね、の書いたものをですね、これを読めば分かるって私にね、言ってくださった、教えてくださった今津先生、一体どうなってんですかね。まあ、あまりつつかないことにしましょうか。例えばですね、このアイヌ服毒本、
右はね、これ、服読本にもね、こう、なんて書いてあるかって言ったらね、これ、江別に強制移住させられたら、カラフトアイヌの人たちって、ひどいですね。これ、花咲恭平が3つの強制移住ってね、1つはカラフトアイヌの強制移住、ね、それから千島アイヌの強制移住、それからアイヌの子供たちを親から引き離してですね、東京へ強制移住させたという、この3つの強制移住、先ほども言った国連宣言にですね、あるそういう、範疇にね、ねじ込もうとして作り上げた嘘ですよ。これは左は出典ですよ。これ新撰北海道史、これ出典ですね。ちゃんと後ろのアイヌの影もね、建物に映った影まで同じですけども、まあ、これ読むとね、明治8年カラフト千島交換条約の後、カラフトの土人800数十人、これ841人ですね、帰還を望み、開拓使はこれを石狩川沿岸の築石狩において農業教授所、漁場等を与え、厚くこれを保護することとしたところ、ちゃんと書いてあるんですから。で、これもね、最初、宗谷に来たんですけどね、まず1点、宗谷にもともといたアイヌがね、文句言うわけですね。それで、いざこざが起こる。それで、そこから、それともう1つは、これじゃって言って、もうロシア領になったカラフトに帰りたがる、あるいはそこでまた問題を起こすというね、可能性があるんで、石狩川の築石狩に移住させたわけです。でもね、これだってですね、みんなああいうのは拒否したんですね。ところがね、開拓使はその、まあ、いわゆる酋長たち十数人ね、11人かな、正確には、これをですね、何回も連れて行って、そして、じゃあこれでどうだ、これでどうだ、これでどうだって言ってね、もうとにかく大変な条件を飲んで、そして酋長の同意を得て、みんな移住したわけですね。そういうことがちゃんと書かれてます。まあ、莫大な出費をしてますよ、この841人のためにね。ちなみに、カラフトに残ったアイヌたちはみんなコサックの奴隷として売り払われてますね。1000人以上残った、千数百人残ったんですけどもね。これは千島アイヌの強制移住ってだけどね、これね、上村秀明がね、書いたんだけど、断崖絶壁に囲まれた色丹島に強制移住したよなーってことを書いてるんだけど、これ、まあ、シムシ島のアイヌなん、まあ、アイヌっていうか、住民なんだけどね。で、これ、北海道の文献見ると、風光明媚、温暖とありますね。何せ、明治7年のカラフト千島交換条約の後ですね、10年間、3年ごとにですね、食料と酒と、まあ、もろもろの生活必需品、だいたい1人当たり、子供も含めてね、1年に、だいたい16円分ぐらいの、援助をしてたわけですね。ところがですね、今度はそれ持ち込んだもの、米だとか、なんか食料をね、密漁者が奪いに来るわけですね。ロシア人や米国の捕鯨船なんかがね、学校寮の人たちがね、奪われるという。それで、これはダメだっていうことで、なぜ、ね、1000キロ以上離れてるわけですから、シムシ島は。そこから、あれですよ、色丹島にね、移住させたわけですね。で、彼らは、これ、ね、強制移住させて、強制労働させられた人ね、こんなのんびりしてますか？これ、後ろにね、天気っていう草積んで、かごなんか編んでですね、それからこれ、水取り。水取りで服を作るわけですね。1着作るのに60羽ぐらいって、これね、60羽ぐらい必要だった。ね、こういうふうにして、のんびりと暮らしてる。これね、のんびりだっていうのはね、ここ見てください、これ。犬が寝てますでしょ？つまりですね、人はね、演技させることできるけど、犬は演技させることできない。それから、千島アイヌとね、の違いはですね、北海道アイヌとの違いは、まあ、下地島の人たちとの違いは、こうやって男もね、こういう手仕事に参加するわけですね。そういうことは北海道アイヌでは絶対ない。ね、非常にのどかで幸せそうに暮らしている。それからもう一つはですね、なんとか、まあ、明治以降で、ね、この人たちを、まあ、せめて仏教に改宗させようとしたけども、固くですね、信仰を守って、ハリストス正教会の信仰を守り続け、ね、教会を建て、そして、信仰を守らせた。そして、子弟は東京のですね、ハリストス正教会のところまで、留学させたり、そういうことをしてますよ。こちら、上村の嘘、これはもっとひどいですよ。ね、要するに、国連の先住民族基準に合わせるためにですね、
子供の親たちからの引き離しを書いてるんですけどもね、写真残ってるんですよ、これみんな。まあ、砂沢倉さんのおじさんは人選に漏れて残念がっていたし、イボシ北斗のね、おじいさんなんか酒に酔うとで、俺は東京へ留学したんだっつってね、もうそれが自慢話だったってちゃんと書いてますからね。まあ、あの町村長官ね、ここにちゃんと書いてありますけども、政府にはなおね、アイヌ民族が先住権などを主張することへの警戒感があると。政府高官は北海道新聞社の取材に、国連宣言と日本政府が言う先住民族は言葉が同じだが内容はイコールかどうかは今後の有識者懇談会の場で議論されると。まあこれ有識者懇談会の名簿であります。でこれ見ていくとね、安藤さん、安藤さんは京都大学名誉教授、国際法ご専門、ね、ハーグ裁判所の元判事だと。2016年にすでに亡くなってますね。佐々木俊和さんは北大アイヌ先住民族研究センターなどを歴任してね、まあ、在職中はね、そのアイヌは3万5000年前からね、もう旧石器時代から北海道にいるんだなって言って、まあ、不思議な年表を作ってましたね。佐藤浩二さんはね、憲法学者、京都大学名誉教授ね、遠山敦子さんは東大法学部卒のキャリア官僚ね、後に文部科学大臣になったね、山内正幸さん、この方はね、中東イスラムご専門の歴史、みんな東大教授だとか、そうそうたるメンバーなんだけどね、あいうなことなんか何も知らない人たちばっかりね。あと高橋晴美とかって、まあ、まさに北海道のことなんか全く知らないし、加藤忠さんなんてのはね、これ、アイヌ協会の理事長ですから、利害関係のね、真っ只中の人だから、正常な発言なんかできるわけないですよね。まあ、これね、有識者懇談会のね、結論、先住民族とは、定義ですよ、先住民族とは、一地域に歴史的に国家の統治が及ぶ前から、国家を構成する多数民族と異なる文化とアイデンティティを持つ民族として、居住し、その後、その意味にかかわらず、この多数民族の支配を受けながらも、なお、独自の文化とアイデンティティを喪失することなく、同地域に居住しているという、まあ、それが、そういう民族だ。だからもうこれ、いきなりですね、道外のアイヌ系日本人が今、一生懸命ね、俺たちもアイヌだって言って、金をこせって騒いでますけども、これはもう、有識者懇談会できっぱり否定されてます。それから、日本書紀の斉明天皇記、ね、これには、まあ、大体657年の記載からですね、7世紀中頃には盛んに交易して、現在の北海道後志にね、行政府が置かれていたことが分かっています。道内にあるですね、神社の創立年を見ればですね、例えば先ほども紹介した船玉神社なんか1135年ですから、北海道がですね、アイヌの占有地だなんてことはありえません。それから、13世紀にはね、アイヌにはない、土器文化を有する薩摩文化人が全道に分布し、これはね、東北北部ともね、共通した文化ですよ、薩摩文化、ね、そして蕨手刀というね、この一心材、刀ね、これをが広く分布し、埋葬され、発掘されていますよ。それから札幌や余市の方ではですね、立てまつるという文字が書かれた末記も出てます。まあ、これはもうそういう何らかの神事が行われたことが明らかですね。だから文献に見られるアイヌとおぼしき記載は1356年、諏訪大明神絵言葉に日本、日の本、唐子が見えますけども、これ、道央から道南にかけては渡り島というね、和合を介する人たちが住んでいますよ。だからアイヌはね、その中の常本さん、まあ、とりあえず北海道の、まあ、法学部の教授ですけども、アイヌ文化振興研究機構理事長さんですけども、まあ、とりあえずですね、北海道のことはある程度分かってたんでしょう。それで、アイヌは国連宣言が掲げているような自決権や土地に対する権利を有する実体的先住民族ではなく、文化の回復を目指すべき手続き的民族であると、こうピシッとね、押さえてますね。まあ、2010年になるとね、DNA 分析によってアイヌが大陸の諸民族の系統であること、そして北海道に渡ってきた時期が明らかになってしまいました。2017年に、北海道ビラトリ町シシリムカ文化大学講座で、国立科学博物館の篠田健一先生は、はっきりとデータに基づいたアイヌが北海道へ渡ってきた時期と経路を示しました。まあ、常本先生の言う手続き的先住民族ですらないことがもう明らかになっちゃったわけですね。まあ、この文化大学、大変な紛糾をしたと、アイヌの人からね、抗議が出てね、大変紛糾したという現場にいた人からの報告があります。まあ、この資料をくれた人ですけどね。
まあ、中でもお話ししましたけども、かなり文献なんかは端折ってます。どうしても知りたい方、ね、ちゃんと原著はどういうものなのか知りたい方は、この科学的アイヌ先住民族否定論をご覧ください。で、私はですね、アイヌ民族否定って随分非難されるんだけど、このアイヌ先住民族説を否定してるわけです。別に、ね、私はアイヌだっていう人をね、あんたアイヌじゃないなんて一回も言ったことないです。ああ、それは良かったですねという思いですよ。私、日本民族だっていう人を否定するわけでもない。ただ、まあね、その先住民族っていうことを否定してる。このことを確認しておきます。それからですね、この、北海図書、これは板倉源次郎、1736年に松前藩に依頼されてですね、鉱山探索ですね、北海道の各地を歩いて、そこで会うさまざまな風物、あるいはアイヌ、そういう人たちを記述しています。それからこの左の東海山、これは松浦武四郎と同時代、もちろん友人だって書いてますから、その松浦武四郎のことについて、もう少し触れてますね。だけどもね、松浦武四郎と書いてあることが全然違う。ね、松浦武四郎はやっぱり江戸幕府から、とにかく松前藩のやってることは悪かった、ね、アイヌはいじめていじめていじめ抜かれたんだというふうに書かなきゃいかんかったんだけど、大内庵はね、普通にですね、接して、医者としてその目からね、アイヌと和人との関わりを書いてます。何せですね、松前藩の武士っていうのは大体60人ぐらいしかいなかった。それをですね、例えば1万5000とか2万人以上いるね、アイヌを武力で押さえつける、松浦武四郎がね、書いてあるようなね、そんなことをしてたらね、あっという間にですね、アイヌの反乱にあってしまうわけですよ。大体ちゃんと酋長とうまくやってたわけですね。そういうことがちゃんと書かれてますよ。まあ、その他にですね、アイヌについて起こった事件なんかもね、私なりに文献を調べて、っていうかね、昭和40年以前の文献、それから北海道のね、アイヌ先住民研究センターとか札幌大学だとかね、あの辺りの先生の書いたものは当てになりませんね。やっぱり東北大学とか京都大学とか、そういう人たちが書いた文献を紹介しています。まあ、ぜひ読んでください。以上です。